本田圭介は、宮城県仙台市大白区出身のプロ野球選手、宇藤右内、埼玉西武ライオンズ所属。仙台市立野球小学校3年生の時に、西中田ゴールデンアクロスで野球を始めると、仙台市立野球中学校では、軟式野球部で遊撃を守った。東北学院高等学校への入学後に、当主へ転校。2年生の春からエースとなったが、 春夏ともに甲子園球場での全国大会への出場経験はない。東北学院大学への進学後は2年生の春から仙台六大学野球のリーグ戦に出場。3年生の時には春季リーグ戦で防御率1位を記録すると秋季リーグ戦で4勝を挙げて関東賞を受賞した。4年生の秋季リーグ戦では6回参考記録ながら ノーヒットのオーランを達成した。在学中にはリーグ戦通算で28試合に登板。184回に3を投げて15勝7敗、防御率1.90という成績を残した。2015年10月22日に行われたプロ野球ドラフト会議で埼玉西部ライオンズからドラフト6巡目で指名される。契約金2500万円。 年俸700万円で仮契約を結び入団。背番号は45となる。2016年9月9日に出場選手、登録され、11日の対福岡ソフトバンクホークス戦において、4点ビハインドの7回裏に4番手として、プロ初登板を果たし、2回を投げ飛安打1、脱三振1、吉久1で無失点に抑えた。 18日の対東北楽天ゴールデンイーグルス、戦ではプロ初の先発登板し、2回に3を投げたが4失点で降板して敗戦投手になった。また、チームでは12球団では唯一楽天相手に年間の対戦成績で負け越しがなかったがこの試合の敗戦で初めて年間対戦成績での負け越しが決まった。10月12日に第1回、 WBSCU-23 ワールドカップの日本代表に選出される。10月29日、大会初戦のニカラグア戦に先発し、7回を投げ、ヒア安打に、脱三振3、四四球1、無失点で降板。チームが6から1で勝利したことによって、勝利投手となる。続く11月4日の韓国戦にも先発し、8回を投げヒア安打4。 脱三振十二、四死球一、自責点一で降板した。なお、チームは九回を一から一のまま延長戦となるが十回、裏サヨナラ勝ちによって二から一で勝利している。この大会では二試合に登板し1勝0敗、防御率零点五三の成績で、チームの優勝に貢献した。十一月七日、野田登るわれ、9月人々とともに、オーストラリアンベースボールリーグに参加するため、 メルボル運営シズへ派遣された。2017年8月27日の対オリックスバファローズ戦での先発登板を含む5試合に登板した。2018年1軍での登板機会は1試合のみに止まる。10月19日、中塚俊夫都市、田村一郎、愛と斉藤正人とともにアジアウィンターベースボールリーグに参加することが発表され。 台湾に派遣される。2019年、内海哲也、榎ノ北大樹の故障、さらには、松本渡が、肺炎による休養が、相次ぎ、先発投手が不足する中で4月4日の対、千葉ロッテマリーンズ戦に先発登板、6回0、3を投げ飛んだ後脱三振に、四死球1、失点4ながら、チームが8から6で勝利し、プロ入り4年目にして、 プロ初勝利を手にした。一時は一軍を離脱するが復帰後は、先発ローテーションの一角を担い、勝ち星を伸ばし6勝を挙げチームの2年連続リーグ優勝に貢献した。クライマックスシリーズファイナルステージではチームが1勝3敗で、迎えた第4戦にポストシーズン初登板、初先発を果たすが、3回表に、今宮健太に先制ソロ本塁が、4回表に、 ジュリスベルグラシアルにソロ本塁打を打たれ、続く松田信弘に中前打を許したところで降板。2番手で投板した平良海馬が生還を許し、3回、0、3、5、6安打3失点で負け投手となる。この敗戦によってチームはクライマックスシリーズファイナルステージ敗退となった。2020年は新型コロナウイルスの影響で120試合制となる。開幕から 先発ローテーション入りするも、雨天中止の関係で7月10日に登録を抹消される。最小覚悟も価値に恵まれず、シーズン初勝利は8月16日の楽天戦で、あったが、これがこの年唯一の白帽子であり、同27日の日本ハム戦での先発を最後に、1軍で登板することはなかった。1軍では35回1、3を投げて、 被安三35であったが、9月以降2軍では、イニング数を大幅に上回る、ヒアンダを浴びるなど、シーズン後半は、非常に苦しんだ。最速時速147キロメートルの直球、カーブ、スライダー、チェンジアップなどの変化球を投げる。プロサッカー選手の本田圭介と、同姓同名であるが、自身の名前の由来は、言葉の響きと自覚を考えてとのこと。ありがとうございます。